ただやっぱりですね、本当にその中に大島が距離感を変えて自分の流れに持っていって2対1とリードする、はい、でも戸上はやっぱり攻めることをやめなかったですよね、ここにやっぱり最後まで攻め切れた戸上の強気な気持ち、やっぱそういうところが現れてたと思いますし、それ